2006年撮影。リトル・ジミー・ディケンズ1920年12月19日から2015年1月2日はアメリカ合衆国のカントリーミュージック歌手。ユーモラスなコミックソング41の新長、ラインストーンを散りばめた衣装で知られる。1948年、グランドオール・オープリーのメンバーとして活動を開始し、1983年、 カントリーミュージック伝道に伝道入りした。ウェストバージニア州ボルトで生まれ、1930年後期より、ウェストバージニア大学在学中に、地元のラジオ局で演奏するようになった。音楽の道に進むために、すぐに大学を中退し、ジミーザ・キッドの名で全米の様々な地方のラジオ局を、巡業した。1 9 4八年、ミシガン州詐欺堂にある、 ラジオ局に出演中に、ロイエイカフに気に入られ、コロンビアレコードのアートサザリとグランドオールオープリーの職員に紹介された。8月にオープリーに参加し、9月にコロンビアレコードと契約した。この頃から彼は自身の身長にちなみ、リトルジミー・ディケンズというニックネームを使用するようになった。1955年撮影ディケンズは、 コロンビアから、カントリーボーイ、A、スリーピングアットザフットオブザベッド、I イ m Little Bad,I ア m イ Loud アイアイなどの多くのコミックソングを発表した。彼の曲、テイクアンウォールドコールドテイターからハンク・ウィリアムズは、ディーケンズに、テイターとあだ名をつけた。後に、ディーケンズによると、ヒット曲が欲しい彼に、ウィリアムズは、グランドオール・オープリーのツアーバスに乗車中、20分で、 ヘイグッドルッキンをディケンズのために書き上げた。しかしその一週間後、彼はこの曲を自身の曲として発表し、ディケンズにあの曲は君には素晴らしすぎるからねと冗談を言った。1950年、ジェイ・ボア・アーリントン、グレーディ・マーティン、ボブ・マーティン、サムズカー・ーライルラと共にカントリー・ボーイズを結成した。彼らはグランド・オール・オープリーのロードショーのツアー中、 アリゾナ州フェニックスのテレビ局で、後に電動入りすることとなるマーティ・ロビンスを発掘した。1957年、フィリップ・モリス・カントリー・ミュージック・ショーのツアーに出演するため、グランド・オール・オープリーを離脱した。1962年、ザ・バイオレットザ・ローズを発表し、この12年間で初めてトップ10にランクインした。1964年、世界中を 1965年、彼にとって最大のヒット曲となる May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose を発表し、カントリーチャートで第1位、ポップチャートで第15位となった。1960年代後期、コロンビアからデッカレコードに1971年にユナイテッドアーティストに移籍した。同年、モナと結婚し、1975年、 グランドオールオープリーに復帰した。1983年、カントリーミュージック伝道に伝道入りした。連続テレビドラマ、インザヒートオブザナイトの出演者による CD、クリスマスタイム SA カミンの曲、ジングルベルズに、ランドオール・フランクス、アラン・オートリーと共に、プロデューサーとして参加し、1991年と1992年のクリスマスアルバムとして、 南部で人気となった。近年、同じくウェストバージニア州出身のブラッド・ペイズリーなど、後進のカントリーミュージシャンの多くのミュージックビデオに出演している。また、ジョージ・ジョーンズやビル・アンダーソンなど、他のオープリーの大物とともに、ペイズリーのアルバムのボーナスコメディトラックに何度か出演している。彼らは、カング・パウ・バカーズと呼ばれている。2009年3月、 ハンクロックリンが亡くなり、グランドオールオープリーの生存するメンバーで、リケンズが90歳で最高齢となった。彼は、現在もオープリーの司会として、レギュラー出演しており、しばしば自虐ネタを披露し、自らも、税金問題のないウィリー・ネルソンだと語ることもある。2011年の CMA アワードでは、ジャスティン・ビーバーの紛争をして現れ、当時話題に上っていた隠し語疑惑をネタにした。 2015年1月2日、脳卒中で入院中のテネシー州ナッシュビルの病院で死去。94歳没。カントリー歌手、LJ ディケンズ氏死去日刊スポーツ2015年1月3日。ありがとうございます。